ティルマン・リーメン・シュナイダー。ティルマン・リーメン・シュナイダーは、中世のドイツの彫刻家。中林ン北部、ニーダーザクセン南東部との境目にある、ハルツ山脈付近、現在のアイヒスフェルト郡ハイルバーとハイリゲンシュタットに、生まれた。1483年ビュルツブルグに移住し、1485年金採掘士の未亡人と結婚。生涯4回結婚し、財を成した。 1504年資産次会員に、1520から21年市長に、選任され1524年までこの職を務める、ものの、1525年農民の反乱に味方して、捕獲され、死去領主の命によって、拷問にかけられ、因果市民としての存在の基盤を失った。1531年7月7日、ビュルツブルグにて死去、彫刻のマイスターとして、 ビュルツブルグに工房を構え、祭壇や墓碑の彫刻を数多く手掛けた。トーマス・マンは自身の70歳の誕生日、1945年5月29日にアメリカ合衆国首都ワシントン市において英語で行った演説、ドイツとドイツ人においてリーメン・シュナイダーを称賛している。1960年に発見された小惑星のリーメン・シュナイダーの命名の由来にもなった。 ローテンブルクにある聖アコブ教会の聖地の祭壇、ありがとうございます。